成功したいと思います。こんなに前されてもらえればそして彼女に申し訳なく自己嫌悪に陥っています。どんなことでも信頼が変われるとか、そのダメ人間が本当に変われるとか、ダメ人間が変われる瞬間みたいなのって、あの8時前です。厳格に自分は16時間断食はやるっていう風にはしていません。ちなみに昨日結構早めに食ったんで、まあ12時間ぐらいは、コーヒー飲んだか。それ以外は何もしてないんですけど。はい。こちら。グラスフェット牛すじ。160g です。出来上がりました。最近グラスフェットビーフをいろいろ買ったんですよね。ソーセージとかなんかパティも買ったんですけど、基本的になんかソーセージとかパティっていうかこのハンバーグみたいなであんまりよろしくないイメージじゃないですか。そんなに悪くない。原材料名牛肉、水、片栗粉、食塩っていうか全然悪くないちょっと混ぜ物が入ってくれるけど、ただの肉じゃないけど、やっぱいいですよ。グラスフェットビーフパーティー、こちらはね、ナチョス生ソーセージ。ソーセージだから悪い感じがちょこっとあるけど、牛もも肉、牛脂、レッドチェダーチーズ、青唐辛子、片栗粉、香辛料、酸味料、強化剤。ソーセージにしてはいい方だと思いませんか？添加物がかなり少なめだと思います。はい、あとは牛すじがまたこれだけ残ってます。いただきます。ミンチはあんまり美味しくなかったけど、これはね美味しいの。この牛すじって言ったらなんか煮込むもののイメージじゃないですか。全然この炒め物で美味しいの。いや、歯ごたえというか結構固めではあるんですけど、プリッというなんかコラーゲンのところもあるわけじゃないですか。そこはプリプリで、こんなにね、むちゃくちゃ固いわけじゃないの。美味しいの。コリッっていう風に、ずっと切れないような筋じゃない。食べ応えがあって美味しいです。あ、忘れた。糖質量 0.1。丸先輩ですよね。違う。丸先輩じゃないですね。すいません。はい、デート中申し訳ないです。すいません。煮卵、これつけてあるやつ。牡蠣醤油ってやつは今回つけてみました。これを 2,3 個食べるかな。半熟美味しい。熱湯で11、2分でこのぐらいになります。超いい感じの黄身。今日はね、夕方から豊洲ピットっていうね会場で試合があるんですよ。橋本悟くん、自分すごい仲良くさせてもらってる、してる悟くんが引退試合をするってことでね、小野寺さんに呼んでもらって試合見に行くことになりました。超楽しみ。しかも、メインではその引退試合じゃなくて、森井くんと安本くん、自分がね2人とも KO 負けしてますからね、その2人の試合があるし、めっちゃ楽しみです。で、今向かうんですけど、とりあえずモンスター買いました。モンスターこれやっぱ美味しいんだよな。まあやめらんない。で、こちらナッツです。内容ね、
このナッツだったら自然だからすごいいい感じあるじゃないですか。でもケトジェニックをしているっていう意識が強すぎるとこれすら食べられなく、なぜかって言ったらこれ糖質 12g 入ってるんですよ。いやどうしよっかなーって迷ったんですけど、でも今ケトっていうのをすっごい強めてやっていこうっていうよりも食材、うん、なんかいい食材ですよ。オーガニックというか自然な食材を食べたいから、このねナッツをやはり食べることにしました。糖質は多いけど、うん、それらが自分の体、体調だったりとかを作ってるわけですから、体調とか体脂肪率だったりとかね、運動パフォーマンスだったり、いいもの、これ健康的なものですから、はい、それを選びました。ケトジェニックをねやってると結構ケトジェニック糖質を少ないものばかりに目を奪われちゃうから気をつけた方がいいかなと思います。ということで行ってまいります。コンビニで一番好きなのはやっぱファミリーマートなんだよな。ファミリーマート、ローソン、セブンっていうランクかな、大きなところで言えば、で買ったのが煮卵、アーモンド、3種のハーブチキン、あれ、あ、アイガモグシ買ったのに忘れてる取り行かないと、これこれこれ忘れた、というかやべ、ちゃんと見てなかったな。ちょっとこれ時間経ってるかな。いやうめえわ、あ、美味しかった。相撲見に来ました。そして四高山部屋大関貴景勝、兵庫県出身常盤山部屋、最後は大関正代、熊本県出身時津風部屋。ガンバートルの白馬さん、はい、前に、食べに行ったところです。一緒に座っております。初めての会場、豊洲ピット。はい。試合が終わって錦糸町にご飯に連れてきてもらいました。こちらダイニングひなたですね。はい、お肉とか魚がいっぱいあるっていうんで食べていきます。マグロカンパチ、カツオヒラメコチ。おい、おーすごい。500円、鶏と豚、結構なデカさですね。この間まで400円だった。あ、そうなんですね、ちょっと手上がりしたんですね。いや、やば。あ、そうなんですね。あ、そうなんですね。ただいま10時半です。今から帰ります。帰ってます。最後ね、つくねを食べるか食べないかどうしようか迷った問題あったんだけど、まあ大体だって小麦粉かなんか入ってるじゃないですか。でもなんかそんなに糖質量なかったと思って、ないやなと思って、ちょこっと一つだけいただきました。はい、こんな感じで、今日はケトジェニックの一日みたいな感じですかね。はい、終わります。さよなら。